レナの装甲兵。レナ人の町なのか。こんな大勢のレナなんて初めて見たぜ。いや、コアが見えた。つまり皆ダナ奴隷だ。奴隷にしてはみんなちゃんとした格好してない？それに笑顔だ。気をつけろ、何かおかしい。失礼。皆さんはこのエリデ・メナンシアの外からやってきた方々とお見受けしますが、そんな怖い顔しないでください。私はドラシン、民生局で働いているダナ人です。民生局？住民の生活全般を補佐するための部局です。外から来た方の一時受け入れも担当しています。めったにないことですが。俺たちを捕まえて強制労働でもさせる気か？まさか。いや、よそから来て疑うのは無理もありません。ですがここは違うのです。以前はこの国も五稜の霊に漏れず厳しい統治下にありました。ですが7年前、テュオハイム様がスルドに就任されてから一切が変わったのです。テュオハイム、あの方が来られてからダナ人は初めて人間として扱われるようになりました。この国のダナ人たちは皆ティオハリム様を慕い、ティオハリム様のために望んで働いているのです。レナのスルドのために自分から望んでって、信じられない。どうぞご自分の目で確かめてください。どこへ行くのも自由ですから。何かあればいつでもどうぞ。どうしたんだ、難しい顔して。俺たちはここを解放しに来たはずだ。ああ、なのにここのダナ人は喜んで働いている。ここに壊すべき壁はあるのか？同じことよ。どのみち私たちはスルドの元に行くのだから。それはそうだが、せっかく自分で確かめてみろって言われたんだ。少し見て回ってみようぜ。それで何かわかるかもしれないし。本当にみんな笑顔だね。こんなに活気のある街は初めてだ。
信じられねえけど、ダナとレナが仲良くしてるな。レナに命令されて演技してるのかもよ。だとしても何のために？私たちを騙すためだとしたら大掛かりすぎるわ。もう少し街を調べてみよう。まだ見ていない場所がありそうだ。修練場か。やっぱりちょっとここだけ雰囲気が違うな。修練といっても戦う場所には違いないもの。誰でも腕試しさせてくれるんだろ。いいじゃねえか。細かいこと抜きで行こうぜ。誰かが呼んでるような。俺たちに用があるのかな。おう、
よし。おい、待っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。うん、どうした？なんと、おい、わかった。わざわざじいさんの贅沢に付き合わなくていいんじゃねえか。宮殿のマル秘レシピを見逃すわけにはいかない。やはり出てくるか。しよう。ちょっと話を聞いてみようぜ。困っている人がいるかもね。おい、どうした？なんてこった。あ、くそ、わかった。ズーグルどもは何だって農具なんかにちょっかい出すんだ。さあな。とにかくこれ以上被害が広がらないうちに何とかしよう。ところで、なんでさっきから体のあちこちを見てるんだ。え、いや、なんでもない。気にしないでくれ。さあ行くぞ。もう一発蹴ろ。レンガ弾フリーズ。
止められねえぜ。言われてたのはあいつか。援護お願い。炎を巻き込め。傷を治すわ。はい、スライダー。ファーストエンド。私に任せて。見つけさせないよ。悪くなかったわ。そうかもね。サクッと蹴散らしてやら。俺が防御。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。何かに使えそうだな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。さあ行くぞ。ガリオスだ。行けるぞ。俺を飛ぶやつか。私なら分かった。本気を出すまでもなかったな。突破するぞ。相手には止まらないな。勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。あれが例の相手みたいね。近づかせないよ。行け。
けるぞ。ルオ、そうだ、先行か。そうだ、やるじゃん。カリエテ、はい、フリーズロー、終わりだ。よし、ノーグに悪さしてたズーグルはこれで全部だな。はあ、よかった。おいおい、気持ちはわかるけど、さすがにほっとしすぎじゃねえ。ん、 ああ、そうか、そうだ。怪我はなかった？おう。あ、やったぜ。おう。よし。ああ。